一坂俊太郎から1922年2月4日は日本の政治家、徳島市長。1874年に初代徳島市長である井上光閣らと共に自由民権運動を訴える自助者を結成。しかし自助者が出版した通り悟書は過激な言葉で日本政府を批判していたため俊太郎らは政府に囚われてしまう。この事件を裁いた。 玉野生理は、後判定での俊太郎の熱弁に魅了され、俊太郎を自分の養子にする話を持ち出したが、養子にはならなかった。その後、京都府、内務省、定心省で、初期官などを務めた後、1907年に徳島市長に就任。4期にわたって、市長を務めた。1912年に、第11回衆議院議員総選挙に、 立憲政友会より出馬し当選した。墓所は、東京都港区の青山霊園立山墓地。第11回改選大義士名館、国家新聞社、1912年。参考文献、議会制度100年史、衆議院議員名館69ページ。情報スパイス、官報第684号、除任1885年10月9日。 漢方第3199号、序任及び、事例1894年3月1日。漢方第3791号、序任及び、事例1896年2月21日。漢方第6148号、序任及び、事例1903年12月28日。ありがとうございます。